今日発表する01式カレードですね、バージョン 1.1 です。今日発表されたのは滋賀県に本社を構えるロボット開発のスタートアップ企業人機一体が手掛けた世界初の人型ロボット01式カレードバージョン 1.1 です。このロボットはコンピューターによりバランス制御がされていますが、操作は人の手によって遠隔で行われます。これにより自律的に姿勢を制御しつつ人による直感的な操作が可能で、人機一体によりますと人型ロボットにこの技術を取り入れたのは世界初だということです。今日のイベントには来年開催予定の大阪・関西万博でプロデューサーを務める川森昌司氏も登場し、世界初のロボットへ期待をにじませました。生き物の持っている自然の生態メカニズムとこの機械の持つ発展性がついにこうね一つになりつつあるなっていうのを実感しています。人機一体はこれまでに JR 西日本などと共同で河川設備の塗装や樹木の伐採などの高いところでの作業ができる人型ロボット重機を開発、先月からは鉄道設備のメンテナンス作業に導入されています。今回開発されたロボットは瓦礫の上など不安定な足場でも安定して作業することが可能で、工事現場などでの危険な作業をロボットが行うことを目指しています。この人型を自分の分身として危険な場所に送り込んで全身を使った作業ができるようにしていきたいと考えております。